が持たれて意味ないんじゃないの。あ、そうか。こいつめっちゃ可愛いな。おい人間、このスパゲッティを食べやがれください。貴様は知らないだろ、これは罠だ。まんまと引っかかったの、食べる夢中になって見つめなくなるぞ。またしても偉大なパピさんの時にハマったな。ニャハハのハ、パピです。めっちゃいいやつじゃん。ありがとう。じゃあいただきまーす。え？スパゲッティ食べたかった。ネズミがいるっぽいわ。チュッチュッって言ってる。看板読もうか。犬同士の結婚に注意。読み間違いではありません。いや、俺も読み間違いかと思って2回押したわ。レッサードッグ。多分、青い文字くるんじゃね？あ、全然そんなことない。うわぁ！危ない。ワン。よし。なんだこれ？謎解きかな？あ、わかった。これ目印だ。このバツの部分に多分スイッチがあるんだ。ってことはここかな？あれ？違う？あ、これかな？そうだね。押したのこれ。こっちの石と木で、あの、丸を表現してるのかなと思ったんだけど。違ったわ。ね。やっぱそういうことだよね。ちょっとわかってきたね。アンダーテイリングについて。やばい。なんか匂うっす。匂いの元はどこさ。正体を表しな。止まってればいいんじゃない？あ、もともと動けなかったわ。マークしたくなるっす。マークしてやるさ。怖っ。あ、さっきのあれだ。ダーリンとハニーだ。犬カップ。男からやろう。俺は女からやろうかな。ちょ、待って、エンターキーがさ、今わかる？壊れたの。エンターキーが壊れてるのね、今。ちょっとこれ、直せないか。なんか押し込んで戻らなくなって押せなかった。ちょ、エンターキー、直す方法教えてください。いや、これむずいわ、避けんの。いや、ちょっとエンターキー押しづらい。どうやって避けんの？くーん。めっちゃ弱くなった。なんか普通にふざけやがってみたいな感じで強くなるもんじゃないの。あ、片方だけ逃がしてやればよかった。一匹殺して。くっそ、しくったな。そっちの方が面白かったな。なんだろう。エンターキー。すべての罰を丸に変えたのってスイッチを。え？俺さ、まだどうやって回避した？しかしそれより、俺が食べる分は残ってるのか？スパゲッティについて何とか。残ってない。本当に？うわぁ。俺様が作った料理全部食べてくれた人初めてだよ。よし。心配には、マスターシェフパビレス様がまたイクラのパスタを茹でてくれるわ。ははははは。めっちゃいいやつやん、あいつ。あれだね。頭悪いけど、めっちゃ面白いやつみたいな感じだね。ケニーちゃんが靴下をコレクションし始めたんだ。嘆かわしい。俺様時々思う。俺様みたいに生きてる弟がいなかったら、兄ちゃんどうなってたことか。にゃははは。は、え、通っていいんすか？ね、実はね、貴様が仲間来ないからこのパズルを改良しておいたぞ。雪の塊を動かして俺様の顔みたいにしてやった。しかも雪が凍って固まってしまった。だから当然答えも変わったということだ。そこで怠け者の兄ちゃんもここにはいない。要するに何が言いたいこと言うか全く心配には及ばんということ。偉大なパビルスの友達を解いてやる。そして二人で一緒に酒を進む。でもその前に自力が解いてみてみると、俺様ここでお口にチャックしてみているから。たぶんこいつ通れなくなっちゃったんだろうな。かわいいやつだな。確かに、ちょっとさっきの音は、間違って。なんか近づいて見に来るあたり。
角にするんじゃないよね。あ、一度通ったところは通れないよってことか。あ、こういうの面白いですね。こうじゃないかな。こう行って、こう行って、こう行って、OK! やったけど、しかも俺様の助けを借りずに素晴らしい、実に見事。さて、貴様、俺様みたいにパズルが大好きだな。それならきっと次のパズルも気に入るはずだ。貴様には簡単すぎるかもしれないな。にゃーはははこいつ、かわいいな。当てめといたらお見事だ。オイラが助けるまでもなかったな。助かってた。オイラ、基本的に何もしたくないから。いや、サンズのキャラも嫌い。なんだこのモザイク修正みたいなやつ。エロ画像が隠れてるのか。アルフォー博士が説明したんだからな。アイロンタイルはスイッチを入れると、色が変わるタイトルは色によって違った効果を出す。赤いタイトルは通行禁止、つまり通れません。黄色いタイルは電撃ショック。ブーと関連すると、緑のタイルは警報装置。光とモンスターと戦争になる。オレンジのタイルはオレンジの香り。ブーと体が美味しそうな匂いになる。青いタイルは水の騒ぎで、泳いで通っても観察し、体がオレンジの匂いになっていると、ピラニアがやってきてから、あー、なるほどね。黄色いタイルのタイトル、青いタイルを踏んだときも考え、紫のタイル、だから多すぎてわかんない。ツルツルで、踏むと隣タイルに強制的に移動してしまう。ツルツルはもたれた時はレモンの香りなんだ。ピラニアはこのレモンの香りが大嫌い。つまり紫と青の組み合わせはセーフ。ピンクのタイル、ピンクは踏んでも何も起こらない。だから好きなキャラどうだ、わかったか。いや、わからんもん。もういいよ。このパズルは完全にランダムに生成される。俺様このスイッチを押すと誰も見たことないパズルなんです。だから答えは俺様にもわからん。いや、あ、覚悟はいいか。なんかエロ画像を必死で見ようとしてるみたいだ。いや、目が痛い。あ。すげえ。くるくる回ってどっかに行ってた。全部ピンクになったわ。じゃあ通らせていただきます。あれみたい。レッドカーペット。パピレ先生は上出来だったんだって。料理を習い始めだいぶ上手くなったんだ。来年にはきっと食べられるもの作るようになるよ。いや、食べられないもん作ってたんだ。相当だな。床に犬汁レーズンの箱。犬汁レーズンはちょっと、グロいですね。でもほともと決意がみなぎった。毎回何を言ってるんだろうな。普通に意味わかんなくて困惑するわ。うわ、ちょっとこれむずそう。あ、でも意外と簡単かな。サンズ、地面に折っちゃダメなんだ。なるほどね。パピルスの雪像だ。あ、ちょっとむずいかもしんない。考えよっか。あ、めっちゃ簡単よ、これ。あれみたい。ポケットモンスターダイヤモンドパールの、氷のジム。名前なんだっけな?女の人、雪目の子とか使ってくるんだよ。おぉ。ビクトリーロード。暗いの怖いですね、非常に。下行こうか。お、サンズがいた。よう。え、怖あの目。え、なんでもう一回いんの?私はオイラのことついてる。つけてるか。いや、お前が怖いわ。てか、後ろの犬怖すぎない?そして強いな。いやー、むずこれ。めっちゃ強いし。ふん、笑いたければ笑え。あ、青いところ、行けばいいってことか。わかんなかった。くっそ、悔しい。めっちゃおもろいぞ、このゲーム、ほんとに。洞窟だ。え、なにここ。扉だ。こっちじゃないのかな?まだ。
こう後で来る場所を早く来ちゃったみたいな。なんてちっぽけな犬小屋。この子供結構辛辣やな。ワン。なんか出てきたよ。ワンだわ。かわいい。けど凶暴っていうタイプだよね。だと思いました。いい加減このゲーム分かってきたわ。え、これめっちゃ強いんだけど。普通に避けれねえ。あ、弱いわ。ごめん。グレータードッグ。なんか、ボスらしいボスが出てこないから。あれだな。不安になるな。こいつと戦うのかな後で。いいか人間。最後のゲームだ。こいつはこれまで一番危険だと。2度、恐怖の死刑執行場所。いやいやいや、それは普通にアウトでしょ。俺がやれといいし、ワンちゃんはあんなことするな。逮捕が発射された。槍が突き刺し、ナイフが切り。すべての狂気が容赦の攻撃を始めると、この仕掛けを生きて突破することはまずかの。覚悟はいいか、いいな、行くぞ。いいな、いい、せーの、本当にやっちゃうからな。動かないで、故障かな。失敬な。マイツ動かだったぜ。いや、さすがにこれはできないだろう。まだ全然動いてるように見えない。いや、やはりこのゲームはなんというか、その、あっという間に決着がつきすぎる。そうと、こんな当時は全然ダメだ。俺様誇り高くしすぎるぞ。俺様のパズルは全部増やすね。例の罠もじっくり煮込んで美味しくしてあげた。だがこの装置は安直すぎて品がない。やめやめ。おぉ。優しいやつだな。ふぅ。あの、何を見ている？私の偉大なパピルス様の大勝利だ。にゃ、は。は？めっちゃいいやつやんけ。あいつ今度は何するつもりかな。オイラにさっぱりで人というのは青い攻撃のこと思い出せってことだ。なんかそろそろボス戦なんじゃない？パピルス嫌だな。Welcome to Snowfall。この。あ、ようこそスノーフルの街、スノーフルの街ってことか。あ、なんか、ショップと今日ここでやめよっか。はい、というわけで、次回は、ここの街のね、攻略からやっていこうかなと思います。お疲れ様でした。バイバイ。